えー、コロナ禍で家計の助けにとか、ウェブショップをはじめ、企業1年1億5000万を超えた主婦です。先日は採用に関してアドバイスいただきありがとうございます。接客に当たる大切な部分だと思っている、コンポート配送、在庫管理、高めの受給度をしたところ、たくさんご応募いただき、立て続けに面接状態で,です。えー、しっかりした礼儀を見ると、ついついその方の先のキャリアプランを考えています。えー、面接をさせていただく際の心構えや、聞いといた方が良い,いことなどありますか、とても緊張しております。えっと、僕、面接で必ず聞くのが、あの、つぶらや君とっていう友達に、あの、 こういう、僕聞くんですよって言われてそのままパクってるんですけど、あの、土日に何してるかを聞くようにしてます。いや、その、なんか、仕事とかキャリアとかってこういう風なのやりたいよねとか、みんな適当に嘘つくんですよ。いや、その、採用されたいから来てるわけで、そうそう採用されたくなるような適当な嘘をつくわけじゃないですか。 ただ、その、土日何してますかっていうと、あの、割とその趣味だったりの話をするんですよ。だから、じゃあ家でゲームしてますとか、大工乗るのが好きですとか、あの、酒飲んでますとか。で、要はその土日に何してるかっていうと、仕事が終わった後のお金で自分の人生で何をしたいかっていう、その人の本質の話になるんですよ。 なんでそのなんか家で本読むのが好きですっていう、あ、この人はじゃあ本読むのが好きな人なんだと。なんで金があったら本読みたい人なんだとか、バイクに乗るのが好きなんだとか、その車いじってるのが好きなんだっていう、その自分の好きなこと、あの特撮の円谷君の家系の、おじいちゃんがウルトラマンの監督だった円谷君なんですけど、今ショールームのなんかマネージャーみたいになのやってるのかな。まあいいや。 っていう感じで、その、要は、あの、その人が本当にやりたいこと何なのっていうのって、本当にやりたいこと何ですかって聞くと、え、何だろうってなっちゃうんですけど、あの、で、なんかかっこいいこととか言っちゃったりするんですよ。なんか、あの、ボランティアが、みたいなこと言うんですけど、ただ、どんち何してるんですかみたいなことを言うと、えっと、先週の土曜日は映画見てました、みたいな、割と自分がやってたことをストレートに言ってくれたりするので、で、そうすると、その人、あ、この人って本当はこういうことが好きなんだとか、こういうことがやりたいんだっていうのが分かったりするので、なので、割とその、土日に何してるかとか、 あとなんか仕事早めに終わったら何してますみたいな感じのあの仕事と全然関係ないことばっかり僕聞きますね。はい。あと前職のことすごい聞きますね。<laughs> あの、なんで前職のことすごい聞くかっていうと、あの僕、他の仕事を、っていうかまあ、あの IT 系なんで IT 経験の仕事をしたことがないので、その IT 系じゃない仕事がどんな仕事をしてるのかっていうのを聞くのが好きなんですよ。 そのなんかあの面接で前あったのがそのあのハリオっていうコーヒー会社で働いてた人の話とかでそのコーヒー用具の話とかその社長がちょっとおかしいみたいな話を聞いてえそうなんですげえみたいなそういう感じであの割とその自分と関係ない業種の話を聞くのは好きですはい。